はい、皆さんこんにちは、吉田です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日ご紹介という語ってみるのはこちらですね。バシン、足立満さんのミック月刊に好評連載中でございます。ついに出ました2巻。実は結構前に出てたんですけどね。で、結構前に買ってたんですけどね。やっと読みました。はい。で、まあ、読んだ感想ですけどね。これはね、足立先生やっぱすごいね、と思いました。伏線ですよね。まあ、いろいろすごいんですけどね。伏線がすごいわ、やっぱり。あのね、わかりやすい伏線とわかりにくい伏線。そしてわかりにくい伏線も、巻をまたいで、ですね、やっとわかる謎めいたみたいな部分もあります。特に、明星学園。の絡みがございます。明星学園との絡みっていうかね、まあ、タッチとの絡みですね、がございますので、絡みがございますっていうか、まあ推測ですけどね、まあ明星学園ですか、当然ね、上杉達也、から何年でしたっけっていうのがありますからね、当然ですけどね、そういった意味での絡みがございます。そこの、ある種の謎みたいなのもですね、ちょこちょこ出てきます。で、私、タッチもですね、そんなにですね、熟読してたわけではないので、ちょっとね、あ、これ、どういうことなのかな、なんか意味ありそうだけどな、みたいなのあるんですけど、例えば気になったのいくつかあるんですけどね、このですね、今回のね、主人公たち、東馬くんと総一郎くんか。はい。の、野球部のエース、二階堂先輩ですか。この二階堂先輩が、中学のいわゆる甲子園的なやつ、まあ、みんな出れたわけですよね。偶然勝って。はい。そして、その時にですね、まあ、第一回戦ですかね、二回戦ですかね。はい、その時にですね、まあ、このマウンドにね、また立つわけですけども、二階堂先輩がですね、背番号1。実力はですね、東馬くんの方がですね、ピッチングの実力あるわけですよ。でも、いろんなですね、理由からですね、ピッチャーじゃなくてセカンドをね、守ってるわけですけれども、はい。で、この二階堂くんがですね、マウンドに立って、ちょっとですね、投球練習もせずにですね、しばらく、この、球場の周りを眺めるというシーンがあります。そして眺めた後にですね、この、東馬くんを見てニヤって笑うシーンがあるんですね。これね、僕ね、思うんですけど、まあ、みんな思ってるかもしれないですけど、この、東馬くんが、わかんないけど、その、上杉たっちゃんの、なんか、関係してる人なんですよね。わかんないけど。で、この二階堂くんは、成し得なかった、その、甲子園での優勝だったりとか、そういう絡みの相手側であった。で、この、明星学院の中等部ですか。で、チームをやってるのは、今はエースは俺だぞと。で、俺が立っているのが、俺こそがマウンドに立ってるんだぞと。だからこそですね、この後、この前ですかね、ざまあ見ろというね、セリフがどっか出てくるんですよね。この前だったかな。で、ざまあ見ろって言われても、というふうにですね、この、東馬くんが言ってるわけですけれども、なんかそこのね、絡みがですね、なんかタッチとの、関連性があるんじゃないかなっていう風ですよね。あとですね、この東馬くんのお父さんの友達と言って登場してですね、なんだっけこの名前、借金を返しに来たけどまた金を貸してくれと言ってるこの方、大山さんというんですかね。太ったりの方ですけど。で、お父さんがですね、大山五郎、俺たちの時代のキャプテンだよ。って言ってるわけですね。まあ、こんなシーンとかですね、非常に非常にですね、謎めいた、そして意味ありそうな、そしてタッチを熟読している人であれば、ああ、なるほどなと、こう来たか、と。
こういう展開になるであろう今後というのはね、ちょっとわかる感じなんですけど、私はちょっとそこまではわかりませんが、一応まあ漫画を読む、その自分の目で見たときにですね、なんかね、意味があるのかなと思います。あと単純にわかりやすい伏線もありますよね。で、そうなってくるとですね、私の大好きなトリコにおける、伏線が、なんか、ちょっと子供じみてるかなみたいな感じでね、ちょっと思ったりもなんかしましたね。ちょっと、足立先生のレベルが高すぎて。でもね、まあトリコは別に、バトル漫画として大好きなんでね、もちろん読むんですけれども、やっぱ足立さんのこのプロット構成ね、これが非常にすごいなって、天才だななんてね、思いましたね。漫画においてですね、まあ一人の作者がですね、前の作品が売れたからって言って、それが連載終了し、そして同じですね、漫画誌にですね、ジャンプならジャンプ、サンデーならサンデー、マガジンならマガジン、チャンピオンならチャンピオンにですね、出したとしてもですね、またまた売れるとは限らないんですよね。はい。原哲夫先生、しっかりね、鳥山先生はね、別格でしたね。ドラゴンボール、そしてね、その前の、ドクタースランプのね、大ヒットという形だったんですけども、あとはですね、ルローニケンシン書いた方ですね。彼もルローニケンシンの後のものが、なかなかね、ちょっとヒット出なかったわけですけども、足立満先生、そしてあえて小学館で言うならば、高橋留美子先生、この二人は天才ですね。天才でございますね。もう、素晴らしい。はい。ということで、次回第3巻、楽しみです。多分6ヶ月後ぐらいかなと思っておりますけどね、発売がですね。はい、楽しみにしております。ということで、今日の、お話はミックス第2巻を語ってみたでございましたけれども、やっぱり足立先生、天才だという再認識をさせられたですね、第2巻でございました。ありがとうございました。